い、皆さんこんにちは。今回はですね、このね、ガンプラ一番くじのね、引いてきたやつですね、はい、当たったやつを並べてるんですけどもね、こちらの方はね、また夕方動画出しますのでね、はい、でね、なぜこれまた一番くじをやってるかと言いますとね、まあ一番くじを撮影させていただけるね、店舗さんちょっとね、協力いただけるということでね、やったんですけど、ちょっと運送トラブルがありまして、昨日ね、そこでガンプラ一番くじ引けませんでしたのでね、とりあえず頼んだ手前でね、引かないというわけにいかないんで、5回だけやってまいりました。はい。はい、何が当たったかと言いますとね、はい、ありがとうございます、協力いただいたね、店舗さんね、はい。まずは、C 賞また当たりました。これね、ちゃんと中身入っておりますよ、はい。でね、2個目が C 賞、はい、まあ、ちゃんと中身、はい、入っておりますよ。それでね、はい、3個目が師匠、はい、はいはいはい、これはいや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 、作ったもうね、作りましたよということでね、はいはい、ありますよと、もういらないですよとね、ということでね、まあまあちょっとみたいなね、はいはい、ちょっと重ねておきましょうか。それでね、残り、まあ、5枚引いてきましたんでね、はいはい、ハロープロ当たりました、ありがとうございます。これもね、作ろうかな、なんかすごい色してますね、はい、後ほど近くの後にね、作るのをくっつけておきますね、はい。そしてね、最後の1枚がハロープラなんで同じのね、はいはい、ガンダムが3つにハロプラ2つ当たりました、はい、ありがとうございます。エントリーグレード欲しかったんですけどもね、はい、なぜか SD に縁があるのかもしれないですね。ちょっと引きましょうか。まあこんな感じでしたということでした。さあね、まずこれ作るのをつけときますので、はい、ご覧くださいませ。はい、ではね、早速開けていきたいと思います。はい、ガンプラ一番くじの G 賞ですね。ハロープラ、ハローソリッドクリアバージョンですね。はい。対象年齢8歳ということでね。8歳以上ということでね。はい。年齢基準はクリアしておりますね。40年ほどね。はい。はい。説明書が箱の中になってるんですね。はいはい。で、開けていきましょうか。はい、ランナーがね、ランナー構成2枚と感じになっておりますね。はい、まあ、すごく透けてこうね、履いてるみたいになってますけどね。はいはいはい、はい、まあ、作っていきましょうかね、とりあえずね、はい。いやいやいや、まあ、一応に頼んだ手前引きましたけどもね、はい、どうなんでしょうね、これね、ハロプラもあんまり作らないですね。買っても何か作らなくて人にあげちゃうってことが多いですね。買うのはね、なんかノリで買うんですね。うん、でもなんか作んないですね。一回ザクレロハローみたいなの作りましたけどね。何なんでしょうね。これが。すごく、ね、目に厳しい感じの色をしておりますけど、はい、なかなかですね。ガンダムもね、なんか美味しそうな色をしておりますけど、これも食べたらあかんみたいな色してますね。まあ食べないですよね、プラモなんてね。
でですか。で、4と。4。これですね。はいはいはい。今店長がこっそりこうドア開けて入っていいんかなみたいな顔してましたもんね、はい、別に音が入ってもねそんなに支障のある動画ではありませんので大丈夫ですよね、はいはい、クラシック音楽とかね流れてるんであればね、まあ、音大事ねですからねまずいでしょうけどもね、はあですか。で、逆です。こうです。1と10ですか。はいはいはい。今日の夕方にね、さっきお見せしたガンダムのね、組んでる動画みたいなのね、出す予定ですので、そちらもね、見ていただけたらなと思いますけどもね、そちらの方はちょっとね、昨日と、これね、本日、動画アップした日の、朝と撮りますね、朝。ね、コンビニに行って動画撮らさせてもらって、やっております。ただね動画がねどっか行っちゃったんで動画聞いてるところとかないですけどね、まあ、繰り返しになるんで、ね、いいかなと思いながらね、はい、やっておりますよ。裏から蓋するんですね、はあ、喋ったことないよ、あんま覚えてないですよね。おっさんがハロプラ作ってもねみたいな話したような気がするんですけどね、作ってますね。まあ、こういうのはね、まあ、可愛い方がね作られた方がうわ可愛いみたいなねなるでしょうねなるでしょう、それはね、はい、おっさんがハロってみたいな思いませんか。ずっとありますけどね。はい、春の何ですか？これ上半身って言っていいんですか？はい、できましたね。で、追加半身ですね。はい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 。これと。アムロ元気ないよみたいなこといつも言ってましたね、ハロさんね。アムロは毎日元気ないんやみたいなね、引きこもりやぞみたいなね。アムロ引きこもりの割に友達いっぱいいましたね、まあ魅力的だからですかね。そう考えるとすごいですよね。それはもう大佐になってバリバリ働き出した人はモテますわな。はいはいはい、へー、どっちが前、こうが前、はい、こうが前でこんな感じですか、はい、すごいなんか斬新な設計されてますね、これはね、あ、逆や、こんな感じですか、はいはい、
私ね、知り合いによく言うんですけどね、なんかファーストガンダムの時はね、アムロを子供でね、なんか勧めたりしておりましたけどね、逆襲のシャアになって、まあまあゼータの時も若干ね勧めてましたけどね、逆襲のシャアになった時になんかシャアが勧めててアムロが大人みたいなね感じしましたね。あれどういうことなんでしょうね、精神年齢がそこで止まっちゃったんですかね、シャアツナブルさんはね。精神年齢を自分の年齢が越してしまうとそういう現象になるかもしれないですね。怖いですね。まあいつまでもこうね、子供の心を忘れずにやってるね、私たちからするとね、怖いなみたいなね、はい、あ、口開きますね、パクパクしますね、これもね、パクパクするのが面白いですよね。はいはいはい。みたいなね、はい、口の中オレンジでなんか本当に口開いてるみたいだったんですけどね、はあ、まあ、とりあえずこれで、はい、耳しまらん、なぜ、あ、起きた。なんか耳しまらんすね、カチッとはまってないような気もするし、なぜ落ちたのか、はいはいはい、ちょっとハマってなかったのかな、ちゃんと、よっよっ、あ、閉まりました、なんか立て付け悪いなみたいな、あ、大丈夫か、あ、大丈夫ですね、はいはい、なんか立て付け悪い感じがしますけどね、はいはい、まあ、手足つけましょう。いや、手足。なんかこれね、あの4コマ漫画というか逆漫画みたいな、この中でね、この中になんかハロー専門の職人さんが入ってるみたいなのありましたけどね。生の人間の腕で出てくるみたいなやつね。面白いですね。ちょっと手足は気持ち悪いんでね、出しませんけどもね。はいはい。こんな感じですか。ハローなんでね、丸いままで追ってもらいましょうね。はあ、どうですかね、はいはい、これなんかメタリックなのかなと思ったらクリアだったんですね。箱絵見てるとメタリックみたいな、酔っ払ったハローみたいに見えましたけどね。下の蓋もつけてと、上の蓋はこのようになってるんですけど、1番こっちですね。はい、これでいいですね。はいはい。で、下の蓋が17。転がらんようにこうね、台みたいなのがついてるんですね、はい、エジグソーパズルみたいなやつでつながるみたいなやつですね、なんか他の人の動画見てるとね、転がらないようにはついてないですね、はいはい、はい、まあまあとりあえず本体できました、こんな感じです、はい。手足はまたね、後ほど切って、この下のね、ケースのここにはまるらしいんでね、多分、はい、はまるらしいんでね、はめときましょうかね。はい、今回はね、撮影協力お願いしてたお店でね、一番くじ引かないとまずいのでね、引いてきましたの動画でした。はい、また夕方ね、昨日撮った動画ね、
あのくだらないことを喋りながらアップいたしますので、そちらの方も見ていただけたらなと思います。はい、それではこの動画面白いと思われましたらグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォロー、よろしければね、サブチャンネルもやっておりますので、そちらの登録もお願いいたします。それではさよなら。